ス。グリフィス。気をつけて、こいつ手ごわいよ。剣を引いてくれないか。ダメか。やり合おうなんてよ。コルカス、誰のためにこんなことになったと思ってるんだ。悪かった。こいつ。下がっていろ、キャスカ。力づくっていうのも嫌いじゃない。グリフィス、俺は欲しいものは絶対手に入れる。その人を舐め腐った態度が気に食わねえんだ。グリフィス、その俺の打ち込みをあの細身の剣を使って全て片手でいなしてやがる。こいつ半端じゃねえ。この勝負、お前の体力が万全になるまでお預けにしてもいいんだぞ。抜かせ。勝つ。俺はこいつに勝つ。もっと早く、もっと強く。あの野郎、証拠にもなくまた牙をむきやがって。ぶっ殺せ。コルカス、待ちな。え、なんだ。グリフィスの命令だよ。手を出すんじゃない。やつをやるチャンスなんだ。どけ。いつからボスになったんだ、コルカス。ここじゃグリフィスの命令は絶対だよ。もらった。ます気に入ったよ。勝つためなら何でもやる。だがこのままじゃ剣は触れない。どうする？もうやめにしてもいいんだぞ。よく喋る野郎だな。教えてやる。戦じゃ口はこうやって使うんだ。Thank you.
地面を這いつくばるなんて初めてだ。どうだいてめえの血の味は。その綺麗なお顔じゃ殴られたこともないんじゃねえの。今のは本当に聞いた。だがもうこれまでだ。素直に負けを認めるか、それともこのまま肩の関節を抜かれるか選べ。世話になったな。あの時言ったはずだ。お前は俺のものだとな。俺はこれでお前を勝ち取った。お前の戦場も死も全て俺のものだ。俺の手の中から出ていきたいと言うなら、あの時と同じ剣で自分をもぎ取っていけ。グリフィス！笑ってじゃあなってわけにはいかねえのか。そうか。まるで敵でも見るような目だな。だがよ、たとえ憎まれても裏切り者扱いされようとも、行くぜ俺は。3年前もこんなだった。切り合いで始まって切り合いで終わる。俺にしてみりゃ上出来だ。お前にとって俺は血を流すぐらいの価値はあるってことだもんな。あいつは計り知れないほど強くなった。だけどグリフィスならきっとあいつを止められる。そう、そして何もかもまた今まで通りに望んでいる。私は望んでいる。カッツにいてほしいと。むき出しの闘志が感じられない。それでいて隙がない。迷いのない目だ。そんなに出ていきたいのか俺の手の中から。ダメだ、許さない。正気は最初の一撃、奴が剣を振り下ろす瞬間撃ち落とし、そのまま肩口に打ち込む。剣の軌道がわずかでもブレたなら本当に殺してしまうことも。だが手に入らないならそれでも構わない。じゃあな。グリフィス。
行っちゃったよガッツ。振り返りもしないでさ。まぐれだ、まぐれに決まってる。俺は認めねえぞ。大丈夫さ、道端で石ころにつまずいたようなもんさ。小さなことだよな。お前の行きたいところはもっと遠いんだろ。大丈夫、立てるよ。もう一度歩き出すさ、すぐにな。